ファイアーエムブレムイフは、インテリジェントシステムズが開発、任天堂より2015年6月25日発売の、任天堂ンドー 3DS 専用シミュレーションドールプレイングゲーム。ファイアーエムブレムシリーズの第14作目である。日本国外版のタイトルロゴ。シリーズ初となる要素としては、プレイヤーキャラクターが純粋な主人公、セロ、C の指定。 アミーボの対応などが挙げられる。厳密に言えば、ファイアーエンブレムイフ及びファイアーエンブレムフェイツとは、総称で、正式には、ファイアーエンブレムイフ白夜クヤ王国、ファイアーエンブレムイフアンヤ王国、ファイアーエンブレムイフインビジブルキングダムという2プラス1本のタイトルに分かれており、それぞれで、これまでのシリーズ作品と、同程度のボリュームとなっている。日本国外版名は、 ビアクヤがファイアエンブレムフェイツバースライト、アンヤがファイアエンブレムフェイツコンクエスト、インビジブルがファイアエンブレムフェイツリベレーションとなっている。もしも、をキーワードに掲げており、プレイヤーの選択によってシナリオマップキャラクターの異なる物語が以下のようなタイトルごとの差を伴って展開するのが特徴。ビアクヤはアンヤ王国に 仲間と力を合わせて立ち向かうという比較的これまでのシリーズに近いストーリーでメインのシナリオ以外でも経験値やお金を貯めることができキャラクター育成などが比較的自由に行えるため難易度はやや低めで初めてゲームをプレイする初心者も楽しめる仕様になっている。アンヤは暴走するアンヤ王国を内側から変えようと試みるストーリーで得られる。 経験値やお金は限られており難易度はやや高めでいくつものシリーズをプレイしてきた中級者もしくは上級者向けのやり答えのある仕様になっている。インビジブルは白夜暗夜両方のほぼすべてのユニットが仲間になり白夜同様遭遇戦で経験値や資金を稼ぐことができるほかマップギミックが非常に多いことが特徴だが難易度は白夜 アンヤの中間ほどで初心者から上級者まで楽しめる仕上がりになっており、パッケージソフトとしての販売ではなく有料のダウンロードダブルコンテントでの提供から始まり、2015年7月9日から配信開始されたスペシャルエディションでは無料でダウンロードが可能。前作のファイアーエムブレム覚醒に引き続き、小崎祐介がキャラクターデザインを担当し、 開発チームも同じだが、内容は、全くの別物でありストーリーは、近代地少年の事件簿などで知られる、漫画原作者の木林真が担当した。メインテーマには、レンゲのデビューシングル、イフ、一人思うが起用され、レンゲは、ヒロインアクアの歌唱パートも担当した。2016年9月21日に、ファイヤーエムブレムイフビャク王国、アンヤ王国、 ドラマ CD シリーズが発売された。時間軸は本編開始の数年前であり、ドラマ CD ではレオンが主役として扱われている。本作のクラスは兵士という名称になっており、マスタープルーフとパラレルプルフでクラスチェンジできる。マスタープルーフは従来通り下級職でレベルを上げ、マスタープルーフを使うことで同系統の上級職へクラスチェンジすることができる。 パラレルプルフは、下級色下級色、上級色上級色へ、クラスチェンジできるが、前作、ファイアーエムブレム覚醒の、チェンジプルフと違いレベルは、引き継ぎとなっている。兵士はバージョンごとに全く異なり、白夜王国では、漢字表記、暗夜王国では、カタカナ表記になっている。従来シリーズにあった、性別限定色も撤廃され、男性の天馬武者、 女性のバーサーカーなどが登場する。また、味方ユニット同士の支援レベルを高めることによって、クラスチェンジの幅を広げることもでき、同性の場合は支援レベル A で、バディプルフ、異性の場合は支援レベル s で、マリッジプルフを使用することで、相手の初期クラス系統にもクラスチェンジできる。使用者が、下級職の場合は、下級職、上級職の場合は、 上級職へのクラスチェンジとなり、いずれの場合もレベルは引き継ぎ。本作のスキルは、兵種でレベルアップすると覚えることができる、兵種スキルとユニットが最初から所得しているというスキルが存在する。前作同様、覚えたスキルは自由に組み替えることが可能。下級職上級職その他の兵種ストーリー中盤から登場するプレイヤーの拠点となる場所。 ストーリーを進行したりするとたまる流脈地を使い様々な施設を設置できる。マイキャッスルには朝、昼、夕方、夜の4つの時間帯があり、マップをクリアするか実際の時間が6時間経過すると時間が切り替わる。各施設では仲間キャラクターが店番を担当することがあり、組み合わせによっては割引などの特典がある。マイキャッスルには 鉱石と食材を収穫できる施設が各プレイヤーごとに一種類ずつ与えられ収穫物は食堂や錬成屋で使用できる。またすれ違い通信やインターネット通信を利用し他のプレイヤーのマイキャッスルに訪問したりマイキャッスル内で戦闘を行うなど様々な交流をすることができる。本作の整理をくず赤、白や王国紫、暗夜王国水色 出雲モ広告緑、風魔広告期、中立諸広告主人公は、白夜王国の王家に生まれ暗夜王国で育ったという、境遇にあるが、どちらの国につくかは、プレイヤー次第である。子世代王家仲間子世代その他王家仲間その他、子世代マフ登場するユニットは7人。今後、アミーボの発売が予定されているロイへの対応は、予定されていない。全キャラ共通のキャラクターたちには、 ある誕生日の設定はなく支援関係。二次兵士はなしで上級職から出現する。マイキャッスルに出現。異なる点キャラクター設定出演。ありがとうございます。